観光号はかつて韓国鉄道庁がソウル駅富山駅間で運行していた優等列車の列車相性。1968年2月10日から1974年8月14日まで使用され以降はセマウル号に改称された。この項目では日立製作所と日本車両製造によって製造された観光号用の客車についても解説する。 大韓民国建国後、1946年5月20日に登場した開放車号を皮切りに、大局号、白馬号、豊年号をはじめ、多数の優等列車が各地の鉄道路線に登場した。しかしそれらに導入された客車は、朝鮮総督府鉄道時代の車両や、それを模して製造された車両など、どれも空調装置が備わっていなかった。 そこで観光の奇跡とも呼ばれる高度経済成長を迎えた1960年代後半に韓国鉄道庁は列車の接客サービスの向上や近代化を促進するため空調装置を完備した新型客車列車を導入することを決定し将来の国産を見据えた技術導入という意図も含め日本から複数の客車を輸入したこれらを用いた 優等列車として1969年から運行を開始したのが観光号である。観光号登場当初は従来のディーゼル機関車が原因機として用いられたが、1969年6月10日からはアメリカエンドが製造した最高速度時速 150km の高速旅客用機関車である7000型が導入され、所要時間の大幅な短縮が実現した。 塗装は工述する客車に合わせたものになっていたほか、1970年代まで一部車両のショートノーズ側に0形新幹線を模倣した流線型のカバーが設置されていた。観光号登場に向けて導入された客車は日本車両製造、日立製作所が製造した車両である。1969年当時日本各地の新大特急に使用されていた。 ブルートレインこと20軽客車を元にした構造となっており、電源車に搭載された発電機が編成内の全車両の電力を賄う集中電源方式が採用された。電源車を除く車両の屋根には分散方式の冷房装置が3機設置され、天井にある製風板から冷風が吹き込む構造となっていた一方、当機はクーラーのカバーを兼ねた。 通風機から取り込まれた空気がヒーターによって温められ、車内に送られた。また、寒さが厳しい韓国の気候に合わせ水タンクや便所、流し管、中継弁など各部にヒーターが取り付けられ凍結防止が図られた。客車や食堂車の側面窓には全長 1870mm という大型窓が用いられ、韓国で標準的に用いられている。 低唱式プラットフォームに合わせ上降扉下部には大型のステップが設置されていた。塗装は韓国の看板列車にふさわしいものという要望のもと、クリーム色を地色に窓周り及び車体下部に青色をまとったものが採用された。観光号の編成に連結された客車は以下の4種類である。搭乗当初は既存の客車よりも居住性が向上したことから一般出社を一等車、 特質車を特一等車と称していた。1969年2月10日から暫定的な営業運転を開始した後、7000系ディーゼル機関車が登場した同年6月10日から本格的な営業運転が始まり、所要時間が暫定運転時の5時間45分から4時間50分と大幅に短縮した。またそれに合わせて停車駅の新設、改良も行われ、 不山駅が現在地点に移転し大型の駅舎が建設されたほか、新たなターミナル駅として東手具駅が開業した。その後、1970年から始まった、狭ウル運動に合わせ観光号の列車相性は1974年8月15日以降狭ウル号に変更されたが、観光号に導入された日本製客車の設計は1975年以降、 韓国国内で製造された客車に受け継がれ、1980年代まで同型車両の導入が続いた。セマウル号用車両における2プラス2列配置の回転式、リクライニングシート、食堂車の車内レイアウト、電源車を連結した集中電源方式など、以降の韓国の列車へ標準的に採用された構造も多い。なお、日本製客車を含めた高製客車については、 ステンレス製客車及び狭ウル合用機動車の導入に伴い1987年以降無群派合用に格下げされた。ありがとうございます。